ゴールデンウィークも折り返しですね。福岡市の動物園ではニューフェイスたちが人気を集めています。見てる、すごいね。キリン、長かった。長かったって、初夏の青空が広がった今日、福岡市動物園はたくさんの人でにぎわいました。特に注目を集めていたのがアムールトラのヒューイ君。去年11月、静岡県の浜松市動物園からやってきました。ガラス越しに眺める人たちに興味津々なのか、檻の手前をうろうろ。シャッターチャンスにはことかきません。画面見せて。手を伸ばせば届きそうな距離に。こちら、トラ愛あふれる女性は、割と月に何回か来るんで、もう年パスを作ります。ここにだいたい 3,4 時間行って帰ります。他のとこ回らないんです。トラはね、なんか美しいでしょ。なんか神がかってませんか。水槽を悠々と泳ぐのはフンボルトペンギンです。巣穴を覗いてみると、小さなヒナが。先月生まれたばかりで名前もまだ決まっていないそうです。出られないんだよ。卵産んでるの、子供がいる。福岡市動物園では7日までのゴールデンウィーク期間中、餌やりの様子を間近で観察できるもぐもぐタイムなど、動物たちと楽しいひとときを過ごせる企画が目白押しです。ねえ、動物園ってほっこりしますよね。ねえ、動物たちも忙しくなりそうですね、ちょっとね。どういうことですか。人がたくさん今日は訪れるから。そっか、サービスもしなきゃ、ね、サービスしなきゃいけないから。でも多分ね、福岡でキリンさんが一番ゴールデンウィーク感じてると思います。なんでですか。一番俯瞰で見られるから戻ってきたなって、この人で。その問題なんですか。なるほど、はい、ぜひね、行かれてみてはいかがでしょうか。